久保さん、今日の朝なんですけど、あのー、リラク、リラクで250億手に入れたね、直営店数年で600店舗、250億手にしましたっていう社長のちょっと音声聞いてたんですよ。風呂入りながら。で、まあ、その音声を聞いてて、僕、いや、ちょっと FX やめようかなと思って。まあ、まだこれ40になったら FX やるって決めてたんだけど、ちょっと今揺らいでて、 うん、これなんで揺らいでるのかっていうと、まああのまあ、そ,のその話を聞いてて思ったのが、まあ、それはねあのその動画の内容はうる覚えなんですけどインスピレーションで感じたのがあの FX で自分が儲けたとしてもでしょ、自分が稼げるようになったとしても応援はされないなと思ったんですよね。応援要は何もまあ まあ僕だったらじ、僕はまあ情報発信していくんで、あれなんですけど、自分の利益、まあ、FX って基本的にチャートを見て、自分の口座に利益じゃないですか。で、その、その、リラックの社長が言ってたのが、まあ、その応援されないでいけないよねとか、人から、その、なんだ、その人が言ってたのが、その金がね、こうお金持ちになったことによって、いろんな人が寄ってくると。で、投資案件とか一緒にビジネスしましょうっていう。でも大抵は お金が目的で来てる部分があるんで、まあ、あまりいい関係性は築けないと。ただ、なんか一緒になんか応援したいっていうね、そういう人は、そういう、なんかまあ、わかりやすく言うならば、クラウドファンディングみたいな感じですよね。応援したいからお金をし払って支持していくっていう。だからそういう人たちを集めた方が、まあ、すごくいいよというようなことを言ってて、そこにちょっとね、当てはまったのがあって、FX で利益を 上げるよりかはあのー、何か商品を作って売ってその商品の価値も提供してありがとうって言われながらお金をもらうっていうこのやっぱ情報ビジネスを極めた方がなんかその例えば FX でね例えば1000万買ったとしても誰にもありがとう言われないじゃないですかうありがとう言われないですよねだから同じ金なんで別にいいんですけどだからその本当に将来の全てを考えた時に FX を, FX を極めるよりかは、まあ、FX プラス情報発信であるならばちょっと概念が変わるんだけどうんなんか商品を作って価値提供してそれで利益を上げていった方が最終的に人もつくなっていう,うん FX で利益を上げるのか情報ビジネスで利益を上げるのかその未来,未来を考えた時に多くの人に価値を提供した方が支持される応援してくれる人が増えるんじゃないかなと思って。 だからその目の前のお金、えー、利格利益、チャートで勝った、負けたっていうのはあるんですけどなんかまあ本当にトータル的に考えた時にそっちの方がいいんじゃないかなっていうのはちょっとね聞いててね思いましたねうん確かにその FX のね情報発信して FX の商品も売れるので別にそれはそれでまあいいんですけどただ うーん。なんかやっぱね、一つに絞って、日本一の、まあ僕は日本一にしたいんで、情,情報ビジネスって言ったらドリームアカデミアみたいにした方がいいかな、みたいな。うん。ただね、あれなんですよ。この難しいとこがあって、やっぱ情報ビジネスみんなできないんですよね。だから、その、まあ逃げ口じゃないですけど、 顔も出せません、えー。バレたくありませんだ。ちょこっとやってお金欲しいですっていう人で、じゃあ FX のこの、これも覚えればね、まあね、クリックするだけじゃないですか、タップするだけなんで、それで利益上げられるよっていう商品を持ってた方が強いなっていう部分もあるので、まあこれちょっと揺らいでますけど、うーん、だからその、なんだろうな、何が言いたいのかっていうと、うん常に、常になんか、 自自自分分が決めたことすら自分に自投してていいくっていうだから常にやっぱ考えていくってことが大事ですね。変える、だから変えない、久保さんがやっぱね、うまくいった理由は変えたことなんで、その考え方を変えるっていうのも大事ですよね。変えないことも大事だし、うんだプロっていうのは一つを極めてるっていうこともあれば、その一つを極めるためにいろんなことも考えてるし、 変えようかな、変えないのかな、でもやるか、でも変えようとかね。いろいろ、なんか多分、いろんな要素があるんじゃないかなと思いますけどね。うん。まあ正解はないので、ただね、まあ本当に大きい、大きく見たら、多分、チャートを見てね、よし、1000万今日抜いたぞ、よりかは、うん 1000, 万分の1000万分の価値を提供して、 1000万の利益を上げた方が、その後の広がりはめちゃくちゃ強いかなとは思いますね。うん、これは。うん、1000万のチャートで FX で利益を上げるよりかは、1000万の価値を提供して1000万の利益を上げた方が、うん、いいんじゃないかなと。うん、相対的に見て。まあ、そんな感じでちょっとね、考え方が変わりそうっていう話ですね。いってらっしゃい。